もしゅんです。こんにちは。今回の動画は大手企業やベンチャー企業のくくりで就職活動をしている人に向けた動画になっております。東大生でベンチャー企業に就職したお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。はじめまして、岩崎亮斗と申します。東京大学の4年生で工学部に今所属しています。19年の秋までラクロスをやっていて、そこから1年留年して、この4月からベンチャーキャピタルというところに就職いたします。よろしくお願いします。東京大学4年の坂本です。同じようにラクロス部に所属していて、3年の冬にちょうど就活と部活を並行して一緒にやってました。で、医療経営のコンサルをやったりしているところに住むことになってます。よろしくお願いします。ベンチャー企業を見るようになった経緯とかって教えていただいてもいいですか？僕は大手の一番最初は結構見ていて、先輩が行ってるような企業を見に行って、大手自分も行くんだろうな、楽しそうだなっていう感じでやっていたんですけど、ふとした瞬間にいろいろな方々にベンチャーとかって面白いんじゃない、君に合ってるんじゃないかってなんとなく言われたので、説明会とかに行ってみたら自分の価値観と意外と合ってるのかもなと思って、そこから見出したっていうような感じです。ごく人の紹介とか先輩の話聞いてやってたきっかけをそういうところをすごい大事にしようかなと思っていました。やっぱり自分の考えだけに固執しすぎて、自分が例えば大手に組んだってチェアを狭めてしまったら良くないと思ったので、他人がベンチャーとかも面白いんじゃないと言っていたら、とりあえずブラック行ってみるかって、そのフットワークの軽さを大事にしようかなと。その上でどんな就活の軸がベンチャー企業に当てはまっている割合が多いと感じたんですか？周りの人間とかモチベーションとかなのかなと思っていて、部活を中高ともやってきて、で大学ともやってきて、人生で一番楽しかった瞬間期間ってやっぱり部活に打ち込んでいて汗かいて楽しくやってた瞬間ってすごくあったので、考えたら周りのモチベーションも同じで、会社の理念というものに沿ったり一緒に走り出していくっていうような、結構面白いんだろうなと思っていて、そうやってこう自分が会社を成長させてやるんだみたいなところの思考は、なんとなく自分は強いのかなと思って、同じ目標も追いかけたいなと思っていて、会社を成長させたいっていう欲求だったり、このミッション、このビジョンを叶えたいっていう欲求が社全体を持ってるっていうのは、規模が小さければ小さいほどあるのかな。一番初めはとりあえずその説明会に行ってみるみたいな、そういう感じのことを繰り返してて、あんまりピンと来ていなくって、その時就活のメンターの人とお話をしてたら、坂本さんはちょっとベンチャーなんじゃないっていうふうにやって、同じだ、本当に同じですね。そこで紹介していただいたところを順番に見ていったという感じでした。就活の軸を決めることが企業選びにとって結構重要な要素の一つだと思うんですけども、ご自身の就活の軸ってどうやって決めましたか？私の場合、実際に内定が決まって進むことになっている企業の面接を通じながら自分の深掘りをそこでしていって、そしたらじゃあここなんじゃないみたいな、軸になりそうな要素が出てきてという感じで、就活をしながら出てきたっていう感じでした。ベンチャーの面接って結構時間を取って、1時間ぐらい1対1とかでずっと話をして、自分の人生今までどうだったのみたいなとかを深掘ってもらえるので、本当にそのまま自己分析みたいな感じになりました。じゃあ面接を受けながら自己分析をしていたっていう感じなんですね。そうです、本当に。今の就活生にお勧めするとしたら、一旦座席に立ってみるっていうスタンスがいいかもしれないですね。結構ありだと思います。なので追っていきたいって思ってる人でも、一回受けてみると意外と自分のこと説明してる中でこういう面あったんだみたいなのが分かったりして面白いかもしれない。確かに。いい面接を受けたんですね。面接すごい楽しくて、僕そうですね、プロフェッショナルの方々が自分に対して1時間時間取ってくれて、で自分についていろいろ深掘ってくださるって、もうなんかその時間を感じる、本当にすごい楽しかったっていうのはもうすごい同意見でして、っていうのを前提で、自分ってあんまり社会を理解してないなっていうことはすごく実感していて、ちょっとハードル高いですけど社会人とかに当たりに行って、とにかく人にやっぱり会って、自分ってどういう人間なんだろうなってそこで客観的に見つめ直させていただいたっていうのは結構ありました。ベンチャー企業と大手企業をどっちかで悩むこととかってありましたか？なかったですね。周りの東大生とか大手企業の人多くないですか？イメージなんですけど、確かに名前知られている企業行く人とか官僚の人とかが多いかもしれないです。その中で悩むことなかったんですね。なかったですね。それはなんでですか？自分がやりたいことやったらいいかなっていうのは結構思ってて、名前が知られていることとかブランドみたいな部分にはそんなに魅力には感じてなくて、大手を選ぶんだとしたらそれ以外の部分のことを思うんですけど、いろいろ差し引いて考えても自分の内定をもらえたところがいいかなっていうふうに思ったので、特にどこが良かったんですか？
仕事って結局平日の1日8時間以上かける5で結構長い時間かけるものだと思ったので、それでお金稼げるんだったらどうせだったら面白い方がいいなってすごい思っていて、与えられてからこなすっていう風になってると結構つまらないかなって思ったので、自分でやれるものをやらせてもらえるところがいいかなっていう風に思ってました。結構自分で作り出したいみたいな価値観が強いっていうことなんですね。めっちゃかっこいいですね。一般的に大手企業で何年か修行を積んでからベンチャー企業とかスタートアップ企業に上位するっていうのが言われてるじゃないですか。そういう考えとかってなかったんですか？ちょっと考えました。初めに思ったのはベンチャー企業っていうことで大手と比べた時にイメージとして教育制度の充実がどうなのかとか、実際に入ってらっしゃる社員さんの社会人レベルみたいなものって本当に分からないなって思っていて、こっちはまだ社会人やったことないわけで、そんな中でどの社会人の人だって初めかっこよく力があるように見えるんですけど、じゃあ実際ビジネスの世界になった時にその人たちってどういう人たちなんだろうっていうのは分からなかったので、そこは結構心配していて、自分が企業に対して素直にそういうふうに思ってるんですけど、実際に社員さんたちはどういうふうに勉強されてるのかとか、新卒の人にどういう教育をしてるのかとか、そういう部分は直接聞いて解消しました。大手企業でも研修であったりとか勉強の環境はあると思うんですよね。そこと比べてもやっぱりベンチャーの方が活躍できるなと思ったってことです。自分の人生で他に仕事以外の部分でやりたくなることって出てくるだろうなって思った時に、例えば自分が出産したいとか育児したいとかそういうのが入ってくるのを考えたら、数年間で結構ずれるなっていうふうに思って、新卒からやらせてもらえるところの方が面白いかなっていうふうに考えました。アンさんとかってすごい強い方で、ベンチャーに行かれる方ってこういう人なんだろうなみたいな印象がすごい強いと思うんですけど、僕そんな強い人間じゃなくて、最後の最後までずっとそこで悩んでて決められなかった感じ、はい、迷った中で決め手はどこだったんですか？自分の中で一個一個ちゃんと要素と比較していって、こっちの方がお金が高いとか、こっちの方が自分の将来やりたいことがあってとか、そういう世間的に言われてたらくだらないと思うとこもやっぱ自分に正直になる必要があると思うので、一回全部もう恥ずかしがらずバーッと書いて、これをどの要素が本当に自分にとって重要なんだろうなっていうのをちゃんと見つめた上で整理するってことをやっていました。最終的な意思決定って結構ギリギリにしたんですか？めちゃめちゃギリギリにしました。やっぱ意思決定できてなかったところをとにかく悩み続けたっていうような、ちゃんと冷静に整理して何を一番自分は大切にしたいのかっていうのを客観的に見極めるっていうのはすごく大事だなと思いました。大手の方にはどういった魅力を具体的に感じてたんですか？一つ目は教育みたいな部分なのかなと思っていて、でかい組織にいて体制が充実しているっていうのは強いことだなっていうのは、僕中高はちっちゃい部活で、で大学は100人規模ぐらいのラクロス部入って、やっぱり体制というものが充実しているっていうのは素晴らしいことなんだなっていうのは自分としてもすごく実感値持っていたので、でかい組織で教育を受けるっていうのはすごくいいことだろうなと思ってました。二つ目はでかい組織で周りと競争しっかりしながら自分が群を抜いてうまくなってやるっていうようなモチベーションを持つことって、自分のモチベーションの指標にはなるかなと思っていたので、ラクロスで100人いて同期が30人ぐらいいて周りに勝ってやるぜと、こういうモチベーションって少なからず自分には合っているなと思っていたので、大手もすごくいいだろうなって思ってましたし、今も思ってます。その上でベンチャーに行くという意思決定をしたっていうのが、同じような悩みを抱えている人にすごく勇気を与えるなと思ったんですけども、そういったことを加味してもやっぱり今の企業の方がいいと思う。そうですね、もう自分のやりたいことってなんだろうってやっぱり考えた時にまっすぐ前を向けるのはそこなんだろうなって思ったっていうのがプラスの理由で、マイナスの理由、さっきの教育制度みたいなところもしっかり補完してくれる意思があるなと思って、彼らはしっかり僕らに教育をしてくれる意思があるなと思いましたし、もうぜひ聞かせてください。なるほど、教育しようとする意思みたいなところってめっちゃ大事ですよね。あ、めちゃめちゃ大事だと思います。スタートアップとかベンチャーとか、いやうちは教育とかしなくて自分でやること掴んでこいよみたいな結構言う方もいると思う。9割ぐらいだと思う。それもリソースが足りない企業って確実に正しい部分あると思うんですけど、それが是とされる空間って絶対良くないと思う。でそれはあくまで上側のマネジメントの怠慢であって良くないことだっていうのは本当にこの人たち認識してるのかなっていうのは就活の時はすごく思っていました。刺さる。宮崎さんの進む企業さんは教育制度をする意思があったっていうところだと思うんですけど、一般的なベンチャー企業とかスタートアップ企業は基本的にはないって考えたらよくて、そこもちょっと考慮に入れていただけたらなと思います。権があるって言っても裁量権のレベル感とかあると思うんですね。そういった中で裁量権とかっていうのはどう考えてるかって聞いてもいいですか？僕は1年目は全く何もできないだろうなっていう前提、まずはやっぱり与えられるものをしっかり
っかりこなすのが僕ら何もできない新卒1年目のやることなんだろうなと思っていて、ウィルキャンマストってあると思うんですけど、キャンが多分とにかくめちゃめちゃ小さい状態でこういうことをしたいっていう意思を持ち続けることはもちろん大前提の上で、キャンが小さいんだからまずマストをやれよみたいなマインドセットを持たないといけないんだろうなと思ったので、裁量権とかを与えてくれるっていうのは嬉しいけど、今はまだ視野に入れない方がいいだろうなと僕は思ってました、うん、その辺を考えた上で成長プロセスに合わせてオーバーワークさせてくれるっていうのはメンチャーのいいところなのかなとは今思ってます。そもそも仕事何するんだろうみたいなの本当に知らないので、他の社員さんにどういうお仕事をしてるのかっていうのを聞かせてもらったことが何回かあって、その中でなんとなく仕事のイメージとかがちょっと膨らんで、この会社の人たちは結構1年目とか3年目とかだけどこういう風な立ち位置で仕事に取り組むっていう風になってて、これは自分がやらないと大変な部分もありつつ、かといって放置されるわけではないんだろうなみたいな、そのいい塩梅みたいなのが結構見えたので、うん、ここだったら大丈夫かなみたいな認識でした。最後に就活生に対して応援コメントを一言お二人ずついただけたらなと思ってます。22卒で僕らの1個下ということになると思うんですけど、本当に輝かしい未来を応援しておりますっていうのと、あとはやっぱ就職活動いろんな人の話を聞く機会があると思って、その中で自分にどこが響いたのかとか考えるのが大事なんだろうなって一個一個の言葉を紡いで自分の価値観何なんだろうって考えていくのが大事だと思います、うん、もう一個だけ付け加えると、先輩とか身近な学生とかに話伺うとか、僕のこの話とかもそうだと思うんですけど、それを参考にしすぎるのってすごく良くないんだろうなと思っていて、うんうん、僕の言葉って無責任ですし、よくわかんない東大生が言ってるよぐらいの感覚で聞いてくれれば全然いいかなと思ってます、うん、就活やってる時って将来どうなっちゃうんだろうみたいな、どうにもならない不安みたいな時期って来る人はいると思うんですけど、大丈夫、いつか終わるものなので、あんまり気負いせず、いろんな人の話を聞いたりして、ちょっとでも自分が面白いと感じるものとか好きだなって思うようなものを大事にしながら進めてたら、最後納得感持って決められると思うので応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ということで、2人とも今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。